はい、ブロガーのココナッツです。ですね、これで、ね、3回目の本日の、ね、動画の紹介ということになります。今ですね、場所の方がですね、ちょうど、千箱、あそこがちょっとここのね、皆さんから見て後ろ側の方になります。こっちですね。さて、まずは、取った、成果のほどからお伝えしますと、まずは非常に満足のいく、出来になりました。まあ、それとですね、ちょっと昨今のね、コロナ祭りね、で、まあ、皆さんね、いろいろ横並びでしたけど、まあ、私は私、己の道をね、貫くだけだし、で、まあ、こうしてファインダーを通してですね、また再び、まあ、撮影できるというわけはね、まあ、それはね、嬉しいです。まあ、なんぼね、確かに大きなイベント等はね、中心にお流れ、あるいはまあ別の日にということになっているんですけど、うん、まあ、そういうのを差し置いてでもね、やはり私のようなね、写真撮影をね、なりわいとする、うん、まあ、人間にとってはね、非常に大事なことです。で、先ほども申し上げた通りね、とにかくもういい天気です。今ですね、ちょうど13時10分ですか、手元のスマートフォンというところを、迎えてるんですね。ここに来たのがちょうど、10時半、少し前でしたっけね。うん。で、まあ、皆さんにこうして時間を作っては、お伝えしてるわけなんですね、いつも通り。まあ、少しでもね、暗がりにならないようにってことでね、私がこの皆さんにこうやってカメラね、今ちょうどカーボン三脚にパナソニックの後継をね、こうつけて、で、まあ、こうお話ししてるわけなんですね、お伝えしてるわけなんですけど、まあ、眩しいんですね。太陽がガーッとくるんですね。今ちょっとね、切れ目に入ってるんでね、ちょっと色が違うと思うんですよね。まさにここで判断していただけるとね、うん、まあね、シャッターフィーリングとね、新型のね、カメラのね、90デード2桁のね、フラグシップと言われる、まあそれをのね、リカバリーにはね、まあ、うってつけですよ、今日はね。まあのみならずね、こういったね、非常にね、コンデジ、このね、G7 のマーク2も、もうすでにね、新しいね、第3型がね、リリースされてるんですけど、うん、まあね、それでも、こう私の手元にあるのは、一つ手前のね、2型の方ですけど、ね、十分にやはりね、プロの要求にもね、応えてくれます。よく最近ね、カメラやりたいっていうね、そういうね、方がね、増えた。これはね、素直にね、嬉しいことなんですけど、やっぱりね、コンパクトデジカメでもね、よく最近は質問をね、いただくんですね。ただまあ、私のね、これに関して言えば、なんていうんですかね、このスマートフォンを、ね、に代表されるようなのとはね、全然違いますから、写りはそれはね、いいもんがあります。事実これは JPEG の撮って出しももちろんできますけど、私はその逆のね、現像してパソコンでね、サーバーですか、うん、処理能力のとか、まあ、あるいはさ、 Facebook に代表されるような、そういったのでね、現像することを前提としているもんでして、ローファイルでね、撮影するんですね。まあ、ですからね、どうしてもね、ファイルの1枚単価がね、重くなるんですよ、容量がね、撮影するたびに。まあ、それでもね、そのまあ労力をね、さっぴいてでも、うん、ね、やはりこういったね、コンパクトデジカメでも今やね、まあ、数年前から実際にはまあもう最上位の、ね、機種ではもう当たり前としてね、ランクされてるんですけど、まあね、
私みたいにねこう 手の届く、うんね、中に来たのかってね言われると、まあ今になってねようやく、まあ、念願がね結実したのかなと、そんな感じですね。まあ、先ほどね後部亭の方からねこうテクテクとね降りてきまして、うん、でまあ公園のね歩道橋ありますよね、うん、でまあこちらに来てこのようにしてねお伝えしております。ではちょっとですねカメラの方をね一旦ここで終了させていただきます。